世界なんてやったことを
お集まりの皆さん、こんばんは。こんばんは。北海道初育成型フルーツアイドルフルーティーです。よろしくお願いします。はい、はい、皆さん北大祭盛り上がってますか。はい、ということで、はい、飛ばさないでよ、私の MC を。順番間違えちゃったごめんなさい。はい、ということで、ファイター、プレデター、アイラビッグバンド3曲続けて聴いてもらいました、はいはい、ね、平日の夜なのにすごい人の数ですね。みんな暇なんですか。ありがとう。みんな暇なんですか。めっちゃいる。マジ正直暇だった人結構いるじゃんか。ほら、みんな暇だから来たの。どこまで寝てた人。はい、はい、ということです。じゃあメンバー自己紹介やりましょう。はい、はい、自己紹介してくるのでぜひ覚えてください。はい、みなさんこんばちおばち。フルーティーのリーダーライブ担当おばちことおばらいかです。よろしくお願いします。私だけのアダムはどこにいるんだろう。キング&カジフルーティーのリンゴ担当スライミソです。よろしくお願いします。イエイ。はい、よかったら覚えてください。ホタテがカレーなんだっけ。甘みも酸味も甘みも酸味も、あ、まあこういうこともあるよね。甘みも酸味も苦味も持ってるサイのことも見てください。こういうね、フェスで新メンバーを紹介するという、なんとも、Going My Way みたいなライブプロですけれども、なんですね、Going My Way、ね、ですが、この場をお借りしまして、フルーティーの7月8日から共に頑張る新メンバーを紹介させてもらいたいと思います。じゃあ、フルーティーは今のメンバーちょっと後ろ下がってください。うちらもさっき見たばかりなんだ。で、じゃあ、そうだね、まず一人目、カモン、どん、カモンカモン、わ、はい、おいで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 、はい、ストップ。まずはフレッシュから原くるみ、はい、新しくフレッシュに入ることになりました。キウイ担当原くるみ17歳です。よろしくお願いします。はい、そう、ということでくるみメンバーなんですけど、はい、ね、いろんな今思いを持ってフルーティーに入ること決めたんだよね。はい、そうです。じゃあその意識とかね、意欲を、意識、意欲、そう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 、そう、いいよ。私がフルーティーに入ることを喜んでくれる人もそうじゃない人もいると思うんですよ。ありがとうございます。けどみんながくるみがフルーティーに入ってよかったって思ってもらえるように、これからいろいろな面で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ、そうだ、今のメンバーこっちに固まろうか。アリカの横にさ、はい、行くよ。二人目、だらら、カモン、どん、オカメやな、またオカメやな、何枚持ってんの。めっちゃオカメ、いつかひょんとこ来そうだけどわかんない。次はライブプロスクール生から松本里奈。イエーイ。イエーイ。
すごい伸び率がある子で、あの3回目の練習の時にはすごいダンスがもうできるようになってるの子で、おばちもりなちゃんフルーティーに上がるんじゃないかなって思ってたら本当に上がったので、ねえどうですか。嬉しいです。嬉しい、はい、頑張ろうね。頑張ります。じゃあなんか皆さんに一言、はい、これから一生懸命頑張るので応援よろしくお願いします。さっちゃん、ストロベリー担当です。ストロベリー担当です。ストロベリー担当です。いちごじゃない、ストロベリー。まだまだいきます。3人目。じゃん。またオカメか。オカメだ。若干アリカに似てる。双子、双子。マジで。でねーん。3人目は、ライブプロスクール生、新入生より。谷口愛理。はじめまして。マイク新しくフルーティーに入ることになりました。武道担当の谷口愛理です。19歳です。はい、どうもよろしくお願いします。ということでね、今登場から見て分かったと思うけど、ちょっと不思議なんですよこの子。そうだね、不思議だったね。最近入ってきたばっかりでちょっと顔合わせたくらいだったんですけど、ね、入ることになったんだね。で、この子ね、すごいの、水の硬さが分かるんだって。え、なんじゃそれ。ね、どういうこと。水の硬さ、なんか飲み比べしたらどっちが硬いとか。あ、分かるんだ。なんじゃそれ。しかもね、北海道が大好きなんだって。北海道大好きね。ね、だからフルーティーはご当地アイドルとして今ね、頑張っていろいろ仕事もらってるので、ちょっとこういう子がいてくると。しかも武道担当だから、ホタルとかでね、ワインとかのイベントとかがあると。いや、あんたたち今ワイン飲みたいだけでしょ。はい、じゃあなんか意気込みをどうぞ。皆さんよろしくお願いします。なんとまだ行くよ。じゃあ4人目、これでね、3人入って10人なんですけども、11人目を紹介します。ということで4人目、カモン。じゃーん。なんか面影がみずきちゃんだよ。本当にみずきめっちゃみずきちゃん。みずきか、みずき変わってきた。マジ戻ってきたの、みずき。わかんない。ということで4人目はライブプロスクール生、関西から来ました、宇野優香ちゃんです。おー、新しくフルーティーに入ることになりました、ピーチ担当宇野優香、17歳です。よろしくお願いします。ピーチだよ、ピーチ。関西の子なんで関西弁がね、はい、もうなまってるの。ちょっとなんか喋ってみて。何喋りましょうか。ほらや、かわいい。まあね、北海道のご当地アイドルだけどこういう色も入れていこう。いいじゃん。でね、この子はアイドル経験者でアイラビューというグループで活動してまして、もう一個すごいのが仮だったんだけど AKB48 さんの仮研究生だったということで、ね、ちょっとあの光があるかと思うんですけど、じゃあなんか意気込みとかあれば。はい、こうやってアイドルまたし始めることになったんですけど、これからちょっとずつちょっとずつ頑張ってピーチの色も出しつつ、関西の色も出しつつ頑張っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。イエーイ、お願いします。じゃあちょっとさ、メンバー横並びになって、はい、色のとこについて、それ同じ色同士で固まってください。ねえ、夢野がいないよ。待って、夢野もう一人さ、待ってということで、色を見てもらって分かる通り、オレンジ色はみかん担当の夢野だけなんですね。はい。なんですけど実はオレンジ色担当の子がもう一人入ります。うわー、マジか。ということでフルーティーは7月4日から12年になります。最多、最多だね。で、その一人はいつ来るんだと。いつ7月4日に、7月4日のライブで初めてお披露目します。マジで1ヶ月秘密にします。決まってるよ、本当に決まってる。ちょっと大人の事情があるの。そう、突っ込んじゃダメなの。そめっちゃ気になるんだけど、ね、おだまり。はい、ということでね、今日突っ込んでいいのは最年長と最年少が赤っていうところだけですから。ね。
ちゃうんでね、はい、ちょっとなんかまあみのちゃん頑張れ、みさどん頑張る、はい、ということで12人で夏からまた頑張っていきたいと思いますので、はい、皆さん変わらぬ応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。下がって大丈夫です。ありがとう、ちゃんとお目かぶってよ。ありがとう、バイバイ、バイバイ。めっちゃびっくり。はい、ということでね、この後の告知をしていきたいと思います。はい、まず告知、はい、はい、この後フルーティーは物販交流会があります。そしてあとで、新メンバーを含めた無料握手会があります。皆さんぜひ来てくださーい。よろしくお願いします。お願いします。ほなのはまだ大丈夫。ほなのはまだ大丈夫。ほなのはまだ最後。それだけ最後。ほなのレジになったからちょっと頑張ろうかな。そうだね、そうだ、ほなちゃんももうフルテル先輩だから。はい、なんでね、そんな新しい体制も楽しみにしてもらいつつ、この後の無料握手会も楽しみにしてもらいつつ、はい、最後の一曲に行きたいと思います。
い、ほなちゃんいいよ。はい、フルディの詳しい情報はメンバーのブログやホームページをぜひ見てください。以上、フルディ